この時間帯からはご紹介していきます。さあこちら北海道の苫小牧市からいただきました。札幌雪まつり、明治14年頃札幌の中心に作られた宿泊施設だそうです。その後いろんな歴史を刻み、昭和31年に中島公園で、いいでしょうか読み方に移設されました。水色のとても美しい建物です。札幌に来られた時には赤レンガなどと共に一度見ていただけたらと思いますと。綺麗ですね。本物みたいですよね。大きさも結構大きそうですし、もはや像じゃないと。ですよね。だってもうこれ実物ですよって言ったら信じませんか。あ、白い建物なんだなって思いますよね。原寸大なんですね。このアーチ状になっている綺麗な建築物がまた見事ですね。ありがとうございました。ここに住みたいですね。では続いていきましょうか。次、同じく北海道です。札幌市中央区、じゅんちゃんさん。白馬期の北海道ですか。これもリアルですね。牙のあたりが細かくて、これ落ちてこないんですか。まあ、溶けはしないんでしょうけど、なんか脆かったらね、すぐにこうバーンってなってしまいそうですけど、そんなことないんですもんね。これで頑丈なんですもんね。歯が細かいですし、このトゲトゲ部分っていうんですか、こう背中の腰椎が立派じゃないですか。こんなギザギザしていて、あとこの爪の部分もリアル、リアルで怖い。これ夜中見たら怖いですよね。これ夜中で見たら怖くないですか。白いからまだ判別できますけど、こうライティングされてなくって、いきなりこうドンってライト照らされたら怖いですよね。これも原寸大ですか。ちょっとミニマムになってるのかもしれませんけれども、それでも迫力ありますから怖いです。普通に動き出しそうですもんね。歩いたら怖い、歩いたら怖いですよね。でもすごい行ってみたいですね。牙の部分が迫力ありますもん。目もしっかりついてますね。あ、骨組み入ってるんですか。だからこんなにリアルさが増すんですね。勉強になります。子供はもう大盛り上がりでしょうね。ね、小さいお子様はもう盛り上がりじゃないでしょうか結構。ありがとうございます。では続いても行きましょう。北海道札幌市中央区、竹蔵さん。寿司三昧氷の水族館ですと。あ、お寿司屋さんじゃないですね。氷の中に、あ、カニが入ってる。寿司三昧って書いてあります。ここにじゃあ、あの海鮮、海産物をこう固めて乗せておくってことですか。カニと、これ魚、海の幸いっぱいで美味しそう。潜りたくなりますって言ったらでも凍っちゃいますもんね。これは生きがいいって、鮮度は保てそうですもんね。あ、これがあれですか、あのメニュー表ですか。ね、美味しそう。寿司三昧私も大好きなんですよ。美味しいですよね。築地とかで食べたことありますけど、カニも見事ですね。 1,2,3,4,5 いっぱい揃ってます。この辺りの魚は何でしょうね。お寿司食べたくなりますね、こういったもの見ると。猫が寄ってきそうって。でも猫どうなんでしょう、見たらね欲しくなりそうですけど、これだけ凍結していたら、凍っていたら匂いはしなさそうですもんね。匂いするんでしょうかね、どうなんでしょう。しなさそうですよね。猫ちゃん眺めておしまいですね。では続いても行けますか。あ、ねずこちゃんですか。すごい、北海道の看板娘ねずこって書いてあります。竹の代わりに北海道の鮭を加えて、なんて書いてありますか、これ。何かレフコット登場って書いてあります。すごい、あ、ねずこちゃんだ、ねずこちゃんって。かわいいですね。札幌市中央区からのリポートです。いつもそうですよね、あの竹加えてますけど、本来は竹ですけど今は鮭を加えているということでした。愛いっぱいの雪像で、こちらも嬉しくなりますね。ちょうど今映画もねやってるので。あ、カゴに入ってるってことですか。竹かご、
ちょっと目を細めて見てますけど、あ、竹かごって書いてあるんですね。竹かごに入っているそのねずこちゃんのリポートでした。映画も行きたいですね。今やってますから私もちょっと隙を見つけて映画館に行こうと思っております。では続いてが同じく札幌市中央区、次は何でしょう。 VTuber パンドラボックスコクさんでしょうか。これ動物園でエゾユキウサギの雪像とユキウサギ本人、あらまあ本物のユキウサギまで写ってるんですね。大きいですねウサギさん。これが本物かと思いきやこちらが本物でした。似てますね。やっぱり白いウサギだから固まっていたら本当に雪で作ったのかと思ってしまうぐらいでした。似てませんか。かわいい。これもどなたかが作ったってことですよね。動物園で作られたということで、きっと観光客の方も嬉しいでしょうね。こんな おもてなしがあったら。ね、寒い日続いておりますので行かれる際はどうぞ暖かくしてお過ごしください。札幌明日は0度の予想ですのでね、少しはあの気温が上がる予想ですけれども、まあ、それでも寒いですので防寒徹底してください。さあ雪のリポート、雪像リポートをご紹介していきました。今の時期の特権ですね。関東ではこういったリポート、こういった光景を見ることが難しいので、北海道からいただくリポートにすごくこうドキドキしてしまいますね。このウサギの目も何かで乗っけてるんでしょうかね。色味が黒っぽかったですもんね。ありがとうございます。さあ雪像リポートをご紹介していきました。札幌雪まつりまだ開催されているんですもんね。どうぞ暖かくしてご覧ください。では続いては